初竹狩りは、柘植義春が1966年4月に、ガロ4月号に発表した8ページからなる短編漫画作品。当時、柘植は水木しげるのアシスタントに専念するために、ガロに掲載するつもりはなかったが、水木がガロに16ページ描く予定だった短編、生ハゲが8ページで完結してしまったため、急遽柘植が穴埋めで描いたのが本作である。沼、チーコに続く柘植的世界が開示された傑作と言われ、難解や内容に暗さが強調された前2作に比し、叙情的、メルヘン的で、ノスタルジックな味わいをも感じさせ、小品ながら完成度の高い点が、それまでの作品に批判的であった、ガロの読者をも引きつけた。発表当時、水木もこの作品には肯定的であった。初竹狩りが生まれるきっかけとなった旅館久江広柘植は、1965年9月末から10月にかけて白土三平と共に千葉県いすみ郡大滝町の旅館久江広に滞在するが、この時に白土と初竹狩りに出かけたものの収穫はなかったという。また、この作品のヒントになった大きな柱時計は久江広の母屋の大広間の横に置かれていたもので、ある。実際には子供が入り込めるほどの大きさではなかったが、柘植よりもはるかに大きなもので彼の環境を喚起したらしい。作中でバックの黒い山の中に一部だけ雨が降っているように見える印象的なコマがあるが、この旅館の2階の一番奥の6畳間の窓から見た天気雨みたいに日が差していた光景が元になっている。この時は白土が子供が熱を出したため2日先に帰ってしまう。柘植はこの時描きかけていた不思議な絵が未完成だったため、赤目プロダクションのスタッフの進言で2人で残る。その際、前期の光景を目撃する。もし、白土と一緒に引き上げていたら、この作品は生まれていなかったか、違ったものになっていたかもしれない。この雨がイメージとしてあったため、先日のように急遽掲載が決まった時も、水木のアシスタントであった北川蔵一に背景を手伝ってもらいながら、ストーリーと絵を3、4日で一気に描き上げることができたという。翔太の祖父は白土三平がモデルで、翔太は柘植自身かもしれないという指摘もある。当時の白土は仙人のような髭を伸ばしており、孤独な柘植は寡黙ながら懐の深い白土の人間性に、同型や親しみを感じていたというのだ。作中に登場する翔太は、谷内六郎の絵を参考にしたが、長い髭を生やした翔太の祖父や背景は、リアルさが出て、水木しげる調になってしまい、中途半端な絵柄に終わったことに柘植は、不満を持った。本作完成の前後は、前2作が不評だったこともあって、旧作の書き直しと水木のアシスタントに専念しており、後に、柘植が描いた、ある無名作家はこの頃を舞台に描かれている。初竹しとしとと雨の降り続く日の夜に、翔太は黙って窓の外を見ていた。すると、遠くの空の中ほどに一角だけ大粒の雨が降っているのが見えた。それはちょうど初竹の生える赤松のあたりだった。驚く翔太に、祖父がバックの明暗でそう見えるだけだと説明し、早く寝るよう諭すが、翌日の初竹狩りを思い床についたものの、なかなか寝つけない。大きな柱時計のカッチカッチという音が静かな雨の夜の部屋に響く。不思議そうに柱時計を見つめる翔太。なぜ大きな柱時計があるのか不思議に思い、祖父に問いかけるが微常賃を出して寝ている。翌朝、祖父が起き出したが、翔太の姿が見当たらない。翔太は、大きな柱時計の中に入り込んで寝息を立てながら寝入っていた。ありがとうございます。